皆さんこんにちは、うさレジンです。いつも動画を見に来てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画はこちらのダイソーのキューブ型のモルドを使用してコーティングの仕方の、リクエストをいただいたので、そちらをしていこうと思います。よかったら最後まで見てくださると嬉しいです。それでは始めていきましょう。はい、前回染めた、これ自分で染めたドライフラワーなんですけど、こちらを4種類使っていこうと思います。可愛くないですか？なんか綺麗に染まったなって思いました。初めてにしては。今回は緑と紫とあとオレンジと黄色かな、この4種類使っていこうと思います。ピントが合いませんね。あとはオレンジ、ピンセットで取ればよかったなって後で思いました。はい、こんな感じで4種類を取って、はい、使っていこうと思います。はい、今回はこちらですね、キューブ型のところを使用していこうと思います。レジン液は MY ママさんの、なんだろうこれ、前からあるのかな、まあ、リニューアルする前のものを使ってたことがあったんですけど、リニューアルしたもののサラサラタイプを使用していこうと思います。こちらはいただきました、ありがとうございます。はい、そしたらモールドにレジン液を流していきます。とてもサラサラしていて、匂いも全然なくて、トゥジュールみたいなああいうツンとした匂いが全然なくて使いやすかったです。はい、でこの角ですね、角に気泡ができてしまっているので、気泡が入ってしまっているので取り除いていきます。しっかりと角に入っちゃうとへこんでしまうので取り除いていきます。こんな感じですかね。まあ気泡は入念にいつも取り除いていっています。どうしても角が取りづらいですよね、気泡。エンボスヒーターで温めても上がってきてくれない気泡っていうのはやっぱりあるので、まあ根気よく取り除いていくと良いと思います。はい、そうしたら先ほどのドライフラワー霞草をこちらに封入していきます。緑とオレンジの組み合わせにしました。あとこちらは紫と黄色の組み合わせにしてみました。自分で染めたドライフラワーも本当綺麗に染まってくれて本当に良かったなって思います。でも真っ白のドライフラワーも霞草もちょっと作ってみたいなって思います。霞草なので結構気泡が上がってくるので入念に取っています。これダイソーのスティックを使ってるんですけど、じゃあ反対側にするとスプーン型になってるんですね。そのスプーンのところで気泡を後ですくえることが分かったので、すごく取りやすいんですよ、スプーン型の方で。はい、そしたら、モールドの縁いっぱいまでレジン液を流していきます。ちょっと外で子供が遊んでますね、ちょっと夜なのに近所の子が遊んでますね。こんな感じで、モールドいっぱいまで流して硬化していきます。でこちらが2分ですね、両側2分ずつ硬化したものですね、表と裏見ていきましょう。こ
これだけでもコーティングしなくても、こちらの100円のモールド、ダイソンさんのモールドでも全然こうやって綺麗にできたんですけど、さらにここからコーティングしていこうと思います。その前にですね、コーティングしやすいようにピアス金具を取り付けていきます。相変わらず手がおばあちゃんですみません。冬本当にこんなシワシワになっちゃうんですね。もう見苦しい、ごめんなさい。はい、そしたらピアス金具を取り付けていきます。こちらは小さいタイプのパーツなので、真ん中にピアス金具を置いていきます。受けました。ちょっと調整していきますね、向きの調整。ピアス金具も真ん中にこう棒がついてくれてるものもあるんですけど、ほとんどがちょっと真ん中についてないものが多いもので、はい、調整しながら置いていきました。で、仮硬化10秒ぐらいですね、してきました。で、しっかりピアス金具をここから折っていきます。いつもの通りにやってみますね。本当この MY ママさんのシュシュっていうタイプのサラサラレジン液が使いやすかったのがびっくりしました。と、自分でもなくなったら買おうかなって思うんですけど、なんか新しいレジン液に変わるような話もちょっとサイトで見たもので、どちらも気になっています。はい、ではこんな感じですね。しっかり終えたら硬化していきます。こちらは2分硬化しました。はい、でパーツはこのように完成しました。で、ここからこれだけでも綺麗だと思うんですけど、さらにコーティングをしてピカピカにしていこうと思います。こちらはコーティング用のレジン液、まあボトルのレジン液、何入れたかな、ネオレジンだったと思います。ネオレジンを、コンテナに移して、はい、こちらのクリップにパーツを挟んで、はい、コーティングしていこうと思います。ネオレジンなのでちょっともったりしてる感じはあるんですけど、あとでエンボスヒーターでしっかりと余分なレジン液を落としていくので大丈夫です。皆さんもお手持ちのレジン液をこういうコンテナ、白いコンテナよりもこういう黒いコンテナの方がいいかと思います。どうしても光を通してしまうとレジンってすぐ硬化しちゃうので、黒いコンテナがおすすめです。エンボスヒーターでしっかりと当てて余分なレジン液を落としていきます。こうすることによって角がしっかり残ってくれるんですよね。エンボスヒーターでこうやってネオレジンに限るのかな、わからないんですけど、他のレジンをコンテナに入れたことがないので、私はネオレジンを使ってるんですけど、エンボスヒーターで余分なものを落としていって綺麗に角が残ってくれるのがすごい好きなので、ネオレジンを使用してます。と、余分なものをスティックでさらに取っています。皆さんはどのようにこういう四角のものとか角があるものをコーティングされていますか？セリアさんのノーワイプトップコート、ピンクの文字が書いてある黒いボトルのものでもいいと思うんですけど、ハケ跡が残ったりするので、私は最近こうやってコンテナの中に入れてエンボスヒーターをかけてっていう形をとっています。
コーティングって難しいですよね。いろいろあとやり方も人それぞれあると思いますし、あの筆でこう丁寧に塗られる方もおられると思うので、本当一概に私のやり方が合ってるとか間違ってるとかっていうのは皆さんのご判断でお願いします。私はいつもこうやって角のあるものはコーティングするようにしています。最近ですね、なんかずっとセリアさんのノンワイプトップコートを使ってたんですけど、やっぱりそれよりも綺麗に仕上がるなって最近気づいたので、このコンテナタイプにレジンを入れて、このエンボスヒーターを後で当てるっていう方法をとっています。なんかもっといいやり方がありますよとかあったらコメント欄で教えていただけるとありがたいです。もうこうコーティングしてる時に、ああ綺麗だなって思いながら、なんか氷みたいだなって思いながら作業していました。綺麗にこうやって角が残ってくれるんですよね。それがとてもありがたいです。嬉しいですね。こんな感じです。綺麗じゃないですか、はい、ピカピカツルツルピカピカ、まあこうやって表面をもっと綺麗にならしてあげると、より一層こう綺麗に仕上がるというか、ならしてあげるのもいいと思います。なんかこう削ぎ落としすぎちゃっても、こうね弾いてしまう場合もあるので、今回ちょっと弾いちゃったところもあったので、後からレジンをこうやってつけたしして平らにしていきました。どうでしょうかね。綺麗に覆えたと思います。他になんかもっと簡単な方法とかあるんですかね。皆さん教えてください。逆に私はこの方法しかわかりません。はい、でくるくる回しながら1分2分ですね、2分硬化しました。ネオレチンは硬化が早いので2分ぐらいでいいと思うんですけど、お手持ちのレジン液の秒数に従ってみてください。まあ、ベタベタがなくなればいいと思うんですよね、もちろんすごく綺麗に仕上がったと思います。このキューブ型にカスミソを入れるのって素敵ですね。可愛いなって思いました。綺麗ですね。なんか3つぐらい作ってこうつなげてもいいかなって思ってみたり、この1粒もすごく可愛いなって思ったんですけど、シンプルで綺麗ですよね。すっごいなんか氷、あと氷の中にドライフラワーがこう埋まってるというか、綺麗にできたなって我ながら今回も思いました。そう、やっぱりネオレジンがとても綺麗なんですよね。あと今回初めて使わせていただいた MI ママさんのシュシュのサラサラ低粘土のですね、低粘土のレジン液もとても綺麗だったです。綺麗だったです。日本語大丈夫結構アフレコもやっぱり難しいなって思いました。文字入れも結構ご自殺字多いんですけど、喋るのがやっぱりあんまり苦手、好きではないというか、はい、ごめんなさい。まだまだこれからも勉強していこうと思います。アフレコ本当難しいです。台紙につけたらより一層可愛く見えますね。この台紙使い回しなのでごめんなさい、汚くて。いつも撮影用の台紙なので、本当もうこれは次に変えないとって感じですね。はい、
な感じでコーティングしてみました。綺麗にできたと思います。皆さんどう思いますか？はい、それでは最後まで見てくださりありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。